なんか最初フェイスをこうね自分で開こう、はい、開かなきゃと思っても、はい、なんか知らず知らずのうちにやっぱ結局打つときはこうなってる。それはこれなんで？こう待って、小林さん手首結構こうトップで緩いじゃないですか。はいはい、緩くて、まあ、結構クロスになって、はいはい、クロスなんですけど手首が緩くてクロスになって、その時にフェースがアングル結構オープンになるんですよ。クロスの時のフェースがオープン。そう、フェースちょっとこう構えて、はい、ちょっといいですか、はい、こう構えて、はい、外したいのは、はい、クロス、はいはい、落ちる、はい、まっすぐにしたいんです、はいはいはい、これ準備なんですよ。なるあ要するに、うん、クロス開く、うん、クロス開いても、はい、スクエアになるように準備してるだけなんで、でそれって、はいはい、そのそっか要するに保険かけてる、ある意味うまさ。なるほど。でもそうやってる以上はおそらく治らないだからじゃあ治したいですけど見捨てないで。だからフェースを閉じなくてもスクエアに当たってくるように、はい、スイングしていけばそんなことする必要はなくなるんで。だから今さっき教わったのはこうしたらこうしろって、うん、そうしとけばでこうぐるっと回ればもうまっすぐなんで。そっか、でもしつこくこれをやらないと無理ってことですか。じゃああえて開く。そうってことですね。そう今のめっちゃいいですよっていうことだ。収まってる。いや極端逆に言うと、はい、こう上げる人は閉じないはずです。こう上げる人は閉じない。こう落ちたいんで。ああはいはい。開いて閉じる人は、はい、フェースオープンにしときたいはずしときたい、はい、はいはい。閉じて開く人は、はい、シャットにしときたいはず。ああ、はい、僕どっちですか。後者です。後者、うん。だからスクエアでまあだから ここだけじゃ変わんないってことだな。要するにじゃゴルフ経験、はい、ゴルフの経験が長い人ほどそういう自分の癖を覚えるんですよ。そうそれだけでいいです。でもじゃあこれノーマルですか。そうですフェースノーマルです。俺もこれダダ開きに見えるんですよ。フェースアングルが極力変わらない。ナイス。ああ全然球が違う。全然いいじゃないですか。ちゃんと捕まってるじゃないですか。全然球の質が違いますよ。小林さんこうですから。ちょっともうゴルフやりすぎて覚えちゃってるんですよ。帳尻をこうやってこれでまっすぐ打つんです。あ閉じて閉じの、うん、開いてもまっすぐ行く。ああそっかそっかそっか。逆ですよ。まっすぐ動かせれば。なるほどもっと早く教えてくださいよちょっと。いやちょっと忙しかったんで。お願いします。はい。ちょっと元プロ。おね。元プロやる。もう何年も前にハイスクールゴルフ出たじゃん。プロの時に。プロの時に。プロの時に。ちょっと。そうか。そう。もう少しこうシンプルに考える。いいですか。シンプルに、はいどうぞ。ナイス。ほらすごい素直な球ですよ。これ丸っきり球が違う。はい、そうだから少しのこのクラブのヘッドの動きとかシャフトの動きで、はい、フィーリングって感覚ってすごい変わるから。そうだった。いやこれはだけどちょっと変わるかも。変わります。ここで全部変わるかも。変わります。変わるなこれ。そうなんだ。なんか全てにこう理由があるはずなんですよね。でもこれができなかったらこういうなんかちょっと開いといて。これでやっぱりロフト通りなんですね。そう今のはめちゃくちゃいい球ってことですよね。なんかあの全然話変わるんですけど、最近僕の周りにあの女子の研修生が多いんですよ、はい、でやっぱりプロテストが結構厳しいじゃないですか、はい、でまあそういう中でこう結構苦しんでる子たちもいるんだけど、はい、ただやっぱ苦しんでるというか、まあ、受からない、はいにはまあ僕なりにもなんかちょっとねこう受からない理由もあるなって思いながら見てたりするんだけど、はい、その辺元プロとしていかがですか原口さんは。そういう多分そういう方も周りにね多分ちらほらといるとは思うんですけど、そうですね。そう本当は全員受かってほしいですけど、まあ席が限られてるんで、うんうんうん、なんだろうな、その席がまあ20人でしたっけ、うん、女子の場合だと20人、うんうん、ってことは20席しかないわけだから、まずはその20席取れる実力を得るには
何が必要か、うん、そこ何が必要かをよく分析して、うん、分析できたら、うん、あとは努力実行。そうでは、その分析した時に、はい、全員が同じですか、その A さん B さん C さん。いや違うんじゃないですか。やっぱ違うんだ。全然全然違うと思うし、うん、その自分には何が足りてない、何が人より上回ってるかっていうのをよく見極めた方がいいと思うんですよね、はいはいはい、足りない部分だけ探すとやっぱりコース行くと結構不安になっちゃうし、あ、自分はここは自分にとって得意だっていう、なるほどなるほど、っていうものがあれば、うんうん、そこでリカバリーすればいいって思えるし、うん、まあ、全部足りてないと思ったら、うん、まあ、全部やるしかないし、全部やるしかないし、全部やるかやめるかと、はい、ね、女子なんてすごい今、うん、その競争がすごいんで、 ですよ、ね、そこでトップに行こうと思うんであれば、うんうん、トップに行けるための自己分析と努力をできることが大事じゃないですか、うんうんうん、努力ってね、簡単にね、努力ってみんな一人一人の努力のこう、はい、イメージが違うけど、結構な努力ってことですよね。でもね、努力って多分おそらく僕もそうだったんですよ、はあ、まあ、僕はプロでそんなに体制はしてないけど、はあ、うん、まあ、プロでツアーで何年か試合に出れた、うん、まあ、ずっとシードを取ってたじゃないですか、出れたのを今思うと、うんうん、努力してる感覚って正直なかったんですけど、あ、はいはい、めちゃくちゃこうのめり込んでたんで、のめり込んでるっていう感じなんだ。のめり込んでるから、そう、正直しんどいとか、まあ、ね、はいはい、しんどいのはやっぱり大人になってからとかしんどかったし、うん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 、うん、ほら頑張るか頑張らないか、どれぐらいのめり込んでるかだから、のめり込むね、はいはい、努力してるしんどいとか、まあ、努力とか考えてるうちはちょっとあれだもんね、うん、ちょっと違うかなって、ちょっと違うかもしれない、確かにそうだよな、多分好きなことだったり、うん、もうめちゃくちゃこう自分がこうやりたいことだったとするならば、うん、そういうこと考えない。そうですね、まあ確かにそうだ、だって多分夜も寝るまで考えてると思うんですよ、はいはいはい、で寝ても多分夢に出てくると思うんですよ、うん、それぐらいだったらあんまりしんどいとか、はい、どうださん、例えばまあじゃあ試合とか今日、うん、まあ、テストとか あるじゃないですか、はい、そうすると例えばまあスイングって作ろう、まあ、完璧を目指せばこう切りないけど、はいはい、じゃあそのもうこの日にこの試合で結果を出さなければいけないってなった時にね、はい、そのじゃあゴルフスイングっていう部分をどのぐらいまでに仕上げてその臨めばいいのか、それと要するに完成しないまま作り上げたままコースにあの試合に臨んじゃっていいのか、そこら辺どうですか。いや完成はないんで、完成はないですよ、ね、完成形はないから、うんうん、今ある実力、うん、できることができること、はい、その人にとっての、まあ、今の完璧なんで、そこにあんまりこう加担しない方がいいのかな、うんうんうん、だから昔の言葉で言うと心技体なんていうのはまさにそうだと思うし、うん、はいはいはい、完成か完成じゃないかっていうのはどこで判断するのかもちょっと難しいですね。それはそう間違いないです。だから今ある自分の中で、うん、まあ、戦うっていうことに集中すれば、はい、試合中スイングで悩まないんじゃないかなって。あ、そんなことよりも、うん、精神統一の方が大事かな、うん、だからなんかやっぱツアープロの方に聞くと、うん、やっぱりほらスイングで戦うっていう感じじゃなく、うん、なんかもっと他のところで戦ってるっていう感じなんですよ ね、そう、僕もやっぱりスイング悩んだことありますけど、はい、今思うと、うん、世界のトッププレイヤーとか見てると、うん、スイングで勝負してないなっていうのは、やっぱりこう人間同士の勝負してるなっていうのはすごい感じるし、僕が試合に出てた時のイメージで言うと、伊沢俊光さんとか、うんうんうん、まあ、丸山さん、はいはいはい、あと、まあ、ジャンボさんもそうですし、まあ、いろんなその超一流のプレイヤーを見させてもらった、まあ、プライベートも見させてもらったっていう意味ではスイングで勝負してないのは間違いない。なるほど、まあ、超一流はとてつもない人間力と人間力やっぱり動物的に強い、まあ、それが一番だから。なるほどなるほどなるほど。スイング良くて、はい、ね、世界一になれるんなら、うん、スイングだけ磨けばいいんじゃない。まあそうっすよね。スイング綺麗な人いっぱいいるし。確かに確かに。
いや松山君なんかも見てても侍じゃないですか、うんうん、だからもうスイングっていう感じじゃないもんね。いやなんか見ててやっぱりもう顔つきがもう侍なんで、侍、はいはい、僕は大好きですし、うん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 、僕には到底できなかったことを彼はやってるわけで、うんうんうん、まあそういう一応プロゴルファー経験者として言えるのは、うんうんうん、スイングじゃないんですよ、うん、スイングじゃない。今日スイングの話しましたけど、それはもうアマチュアですから。スイングを手に入れるのもやっぱり人間力だし、もうやっぱり超一流はみんな人間としてすごく強いかなっていう。だからあれですよね、なんか結果を残したいところで残せる人間ってどういう人間かが分かってないと、そうです、どういう行動を取ってれば、そうです、例えば月が来るとかそういうのは分かってないとちょっと難しいですよね。とにかくゴルフやってますけど、うん、ゴルフで戦ってるわけじゃなくて、なるほど、やっぱり人間の勝負だと思います。あ、だよくね、もう普段が人間力って言いますもんね。いや、そうです、もうやっぱり勝負はもうそこだと。そう、失敗してる僕が一番よく分かるんで、あのシード取ってる時人間力はどう。いや、僕はもう才能だけだったんで才能だけでやった、才能だけでやってたんで。人間力は、人間力が今になって分かると、はい、人間力は分かります。やっぱり正直僕が出てた時の 超一流の人たちと、うん、やっぱりゴルフさせてもらったり試合で一緒に回らせてもらったり、はいはいはい、まあ、うん、丸山しげきさんに関してはちょうどすごいウエットトレーニングを始めたと同時に僕も誘っていただいて一緒にトレーニングとかもさせてもらいましたけど、もう元旦からやるんですよ。なるほどなるほど。休みなんかないし、アメリカツアー行った時の話とかからいろんな人から聞くと、もう 100% やっぱり注ぎ込んでたっていう話も聞くし、まあでも本当そういう人たちだけが頂点に立てるのかなって、うんうん、なるほどって、はい、思いました、うん、まあ、だけどやっぱりもうゴルフだけじゃなくて全部一緒ですよね。仕事でもね、多分一緒だと思う、だと思います。何でもやっぱりそういうことなんですね。ほら、なるほど、スイング勝負になっちゃうと、はい、ダメだと思います、うん。なんかみんなロボットになりたがろうとするんですよね。なれないです、なれないです、絶対なれないです、絶対なれない、はい、なるほど。やっぱりこのパットを入れたら優勝、はい、このショットを寄せたら優勝ってなった時に、うん、まず違うものが降りてくる。なるほどね、なるほどなるほど、違うものが、そう、それをね理解した方がなるほどね。練習場は確かに3年も練習すればみんな打てるんですよ、はい、そっかそっか、はい。まあだからやっぱりそういう、まあそういう目標を持ってゴルフやってる方はなんかね、こういう話聞いてなんか自分で見つけてもらえるといいかなと思うんですよね。何かに、うん、スイングに取り組むのも、ね、体作りに取り組むのも、うん、真似事ではなくて、うん、やっぱりこうちゃんとこうなんだろうな、その気持ちを込めて取り組まないとそんな簡単じゃないし、そうですね、もろく崩れるって、そういうものはそこだと思います。わかりました、以上です。わかりました、名前切ってすみませんでした。いやいいね、こういう話が面白い